10月16日、千葉県白井市の住宅で強盗事件が発生しました。複数の男たちが住宅に押し入り、住人の70代の母親と40代の娘を縛り、金はどこだと脅して暴行しました。犯人たちは現金約20万円と住宅の車を奪い、乗ってきた車と合わせて2台に分かれて逃走しています。事件が発生したのは、畑や林に囲まれた静かな住宅街で、午前5時過ぎに住人から110番通報がありました。警察と救急車が出動し、現在、現場では入念な鑑識作業が行われています。幸い、親子2人は怪我を負いましたが、命に別状はありません。近隣住民は、警察と救急車の音で気がついた。近くでこんな事件が起きるとは恐ろしいと話しています。関東地方では、8月以降、闇バイトが関連すると思われる強盗事件が相次いでおり、今月も隣の船橋市で強盗が発生しています。このことに関して周囲の反応はというと、強盗が多発する原因の一因は、刑罰が軽すぎるのが原因なのではないだろうか。強盗も含めて全ての犯罪に対する刑罰が軽すぎるように思える。抑止力として機能するように犯罪全般の刑罰を重くしてほしいですね。最近の民家強盗では、ほとんど盗めれていない。20万では全く割に合わないので、もっと狙ったのだろうが、このように強盗しても自宅にはほとんど金目のものは取れないと報道を繰り返すこと。その前提として、家には高い価値のものは置かないことがこのような犯罪を減らすために大事なこと。複数人で20万円。どういうシステムなのかわからないが、指示役に渡して残りを実行役が分け合うのなら、一人当たりの分け前は数万円？数万円だと数日でなくなる額だろうし、その数日のうちに逮捕される可能性の方が高いのでは。最近起きた闇バイトによる強盗でも、事件後ほとんどが早い段階で捕まっている。それでも実行するって、普通にバイトすれば1日8000円1万円で数日で数万円になるのに、捕まるまでのわずか数日間を生きるために数万円を奪おうとすることなのかと考えてしまう。いつの時代もこそ泥。強盗はいたけれど最近の強盗は特に卑劣で指示役に至っては手を汚さずに金銭を手に入れている。彼らにも親や祖父母はいるだろう。自身の親族が被害に遭うという想像力に欠けているのだろう。指示役や元締めのみならず、日銭を稼ぎたいと思う若者が多いのはやはり日本が貧しくなり、行き場のない人間が増えているせいもある。悪事を働く当人はもちろんのこと、こんな経済状況にしてしまった裏金当事者を含む政治家の責任も大いにあると感じている。警察が未然に犯罪を防ぐ努力を怠っているからこうなる。住民も、訪問販売や飛び込み営業が来たら、警察に通報するくらいの対策は必要だと思う。あとはやはり防犯カメラの設置は必須だと思う。なければスマホで録画しながら対応するのが抑止につながると思う。女性の二人暮らしという個人情報を調べ上げた上での犯行。複数人による犯行とあるが、闇バイトに応募した素人に度胸をつけさせるための犯罪。夜間自宅の周辺は真っ暗ではないか。犯行を躊躇させる仕掛けがあればね。経理会社との契約。防犯ベルやフラッシュライトなど効果がどれほどあるかはわからないが、これらがあった方が抑止効果がある。まず免許証等で身分を人質に取られた実行犯予備軍が他人を傷つける犯罪よりも自身の身の安全が大事と思ってしまうのが問題。ちゃんと想像できてれば、犯罪を犯した後、自分がどうなるかわかるだろうに、それよりも犯罪組織からの報復のが恐ろしいのだろう。犯罪を犯して、捕まってほっとしていたりするかもしれない。犯罪を犯す前に止める。実行犯になる前に助けるような対策が必要なのかも。深刻な状況だと思う。被害に遭った家は近隣に住宅がなく、平屋、防犯面でなるく、住人は女性だけ、やりやすく逃げやすいなど、条件が揃ってしまっている。だけど、その条件をすぐに変えることもできないので、狙われやすい家になってしまうと被害を防ぎにくい部分もあるので、深刻である。犯人は事前に狙う家を決めているけど、航空写真などを使った外面の情報と、家族構成など内面の情報とを使って判断しているので、外面は簡単に変えられなくても、内面の情報などは守ることができる。不審な電話には出ない。電話で家族や資産に関する情報は教えない。不審な人間が訪ねてきても対応しないなど、対策はできる。ここ最近、牛乳です。サンプルをお配りしています。何人住まいですか？
電気代でお得になるご案内をしています。家族構成に合わせたプランがありますなど、情報収集の可能性がある人間が来なくなったけど、警察の警戒を恐れているのか、怖い、どうして狙われることになったのか、標的にされないためにはどうしたらよいのか、防犯の観点でどういう対策をしたらよいのか知りたい。強盗がいなくなることが一番ではありますが、遊ぶ金欲しさにこういうバイトに手を出す人は増える一方だと思います。自分の身を守るにはどうすべきなのか、知識を増やし対策したいです。この状況に対する考察として、いくつかの要因や対策が浮かび上がります。 1. 犯罪の背景と刑罰の軽さ。コメントにもあるように、犯罪抑止力としての刑罰の重さが不足している可能性があります。実際に強盗の刑罰が厳しくないと感じている人が多く、犯罪抑止の観点から刑罰を見直す必要があるかもしれません。特に未成年者が関与する犯罪の増加を防ぐためにも、若年層への教育と同時に刑罰の厳罰化が議論されるべきです。 2. 闇バイトの危険性と教育の必要性。若者が手を出しやすい闇バイトに対する教育が十分に行われていないことも問題です。学校や免許更新の講習などで犯罪に加担しないよう啓発することが重要です。特に闇バイトが簡単に大金を稼げる手段だと誤解している若者に対して、犯罪のリスクや社会的影響についての教育が求められます。啓発ビデオの導入や学校での講義などが犯罪抑止に効果的かもしれません。 3. 防犯対策と地域社会の警戒心。自宅周辺の防犯対策も重要です。防犯カメラの設置や防犯ベルの利用は被害の防止に役立ちます。また訪問販売や飛び込み営業などで不審な人物が来た場合に、警察への通報を習慣化することで地域全体で犯罪を抑止することができます。日頃から地域住民同士のコミュニケーションを深め、情報を共有することで防犯意識を高めることが可能です。 4. 情報の管理と対策。犯罪者がターゲットに選んだ家の情報は、インターネットや地域の噂など様々な方法で収集されている可能性があります。日常生活の中で個人情報を適切に管理することが大切です。例えば、不審な電話に応じない、家族構成や財産情報を他人に話さないなどの対策が被害に遭うリスクを減らします。 5. 経済的背景と社会問題。コメントの中で指摘されているように、犯罪の増加は経済的な背景にも関係しています。経済的に困窮している若者が増え、正当な職に就くことが難しいと感じている場合、違法な手段に走るリスクが高まります。社会全体での貧困対策や若者の雇用支援が必要です。経済的な支援を充実させることが犯罪抑止の長期的な対策としても効果的です。総じて、犯罪の根本的な抑止には、教育の強化、刑罰の見直し、防犯意識の向上、そして経済的な支援が重要だと言えるでしょう。